M-TIME とは？はい、もともと YouTuber のもち自身がいろいろ自分のチャンネルでラップとかいろんな音源とか出してたんですけど、ちょっとYouTube 感を消したいじゃないですけど、音楽の時にあんまりそのふざけ要素を入れることってあんまりないんですよね。なんでちょっと M-TIME は M-TIME でもう音楽のことについてコメントしてほしいというか、同じマインドで見てほしくないとか同じテンションで見てほしくないっていうのがあって、それで名義を変えて音楽を出してるって感じですね。